はい、どうも皆さん、こんにちは。海辺の工務店気ままチャンネル S クラフトの新原です。さあ、今日はね、Vlog です。昨日は、間取り考察動画65、平屋13坪プラスロフト付きという動画をアップしました。まだ見てないなという方は、ぜひチェックしてみてください。そして、間取り考察動画もうすでに見たよという方は、ぜひね、いいも悪いもコメントの方お待ちしております。さらに、S クラフト各店舗ではこの過去の間取り考察動画65本この建物全て建築可能です。オリジナルで多少入れ替えたりとかして作ることもできますので、ご興味ある方、建築を考えたいなと思っている方は概要欄のリンクから各店舗へお問い合わせしてみてください。そして今日のテーマなんですけど、プレスリリースアワードベスト101、これに選出されましたということなんですね。で、一般の方からするとプレスリリースってなんだろうっていうところだと思うんですね。で、プレスリリースっていうのは、例えば当社株式会社ネオクラフトが新しい商品を開発しましたとか、新しいサービスを始めましたっていう時に、これをメディアに向けてこの記事を書いて、そのメディアに向けて発信するんですね。これがプレスリリースで、今回はこのメディアって、例えばじゃあテレビ局だったりとか雑誌編集者、ラジオ局とかいろんなところあるんですけど、ここに1社ずつにこう送るのってめちゃくちゃ大変なので、今はインターネットでそのプレスリリースを発信してくれる会社があると。で、そこで当社が記事を書いたプレスリリースをアップすると、そのプレスリリースを発信する会社が各メディアに発信してくれるんですね。で、メディアは、このサービス面白いなとか、この商品は全く新しいものだからぜひ発表しようとかってなると、それこそ雑誌に載ったり、ネットニュースに載ったり、ラジオで発表されたりとか、そういうのがプレスリリースっていうものになります。で、今回当社が選出されたプレスリリースアワードベスト101っていうのは、2023年約1年間の中で、プレスリリースがいろいろ出されてるんですね、いろんな会社から。その中から、最終選考に残った101の会社で、今回このプレスリリースアワードにノミネートされたのが1161件だったそうなんですね。その中から最終選考に残ったのが101件と、そのうちの1社が当社にもなるということですね。 S クラフトのサービス、じゃあどの記事がその101の中に選ばれたのかというと、2023年6月にプレスリリースを打ち出したんですけど、それが S クラフト加盟店を募集していきますっていう記事だったんです。それをいろんなメディアに取り上げられて、で、そのサービス自体もなかなか面白い。 YouTube で集客をして、お客様と直接ねやり取りをして、注文住宅を建築していくっていう今までにない流れ、これを加盟店をね募集してフランチャイズという展開でやっていくっていうサービスを発表しました。で、それが今回はプレスリリースアワードベスト101という中に選ばれたということです。今までいろんな情報をSNS、YouTube、ブログとかを通じてずっともう10年ぐらい発信してきてます。ただプレスリリース、いわゆるメディアに向けた発表っていうのを始めたのは一昨年ぐらいからなんですね。なので今回このプレスリリースアワードベスト101に選ばれたというのは、結構自分の中では驚きのが大きかったですね。自分の中でこの S クラフトのサービスっていうのが、画期的だとは思ってたんですけど、実際メディアにいろいろ取り上げられるまでになるとはなかなかね想像もしてなかったですし、実際に加盟店さん各店舗で動き始めているという現実がある。そしてこの YouTube もそうなんですけど、やはり発信をしていくこと、発信を続けることで、それこそ登録者数よりもやっぱり1本の動画をしっかりと見てくれるっていう方が嬉しいわけですよね。なので固定のファンの方もいると思います。でも初めてこの動画を見る方もいると思うんです。でもそうやってこうつながっていけるのが、この発信するっていう、発信を継続するっていうところの一番の面白みプラス一番のこの企業にとってはメリットになると思ってます。そしてこの建築業界って、今ね過去最多の倒産率なんですよ。倒産の割合がものすごく増えてる9月10月で、そんな中でやはりこの発信をしていくことで、これからお客様になるかもしれないと思う方とつながれるかもしれないわけじゃないですか。なので単純に発信をしないよりは発信をした方がいいよねと。あとはこうやって継続して、ずっと発信をしてると、自社で何を打ち出していきたいのか、自社の強みって何なのか、なんなら自分の最終的に考えているところって何なのかみたいなのをやっぱりずっと模索していくようになるんですね。それをうまく伝えていきたいと。いつもこうやって Vlog を撮影して発信しながら、見られる視聴回数自体は少ないんですけど、間取り考察動画と比べればもう何倍もね、間取り考察動画の方が見られると。でもこの Vlog を毎回きちんとね、しっかりと見てくださってる方もいる。じゃあそのいつも見てくださる方に向けて、どういった発信を、どういった言葉を伝えていこうかっていうものを考えながら、この Vlog っていうのも撮影しています。そしてこの YouTube とは別で、いわゆるそのショート動画をメインとしている TikTok っていうところでも、そこはそこでまた違うファンの方がいるので、その方たちに向けた動画とかをね、発信しているんです。逆を考えるとっていうのかな、そのいわゆる普通の中小企業ってこういうふうな、それこそSNS 発信、 YouTube 動画とかもそうだし、プレスリリースとかを自社で書いて打ち出すこと自体、ほぼないわけですよ。ほとんどないんです。それぐらいその自社がやっている内容を全世界、日本中とかに向けて発信をするっていうことが、どれだけ難しいか、大変なことか、ハードルが高いかっていうところだと思うんですけど、自分の場合はもうこの YouTube っていうもので発信することにもう慣れてしまってるので、いわゆるメディアに発信するでも同じなんですね。あとは年に1、2回あっても2回ぐらいなんですけど、いわゆるそのお笑いタレントさんが出ているテレビ番組とかの地方局だったりもするんですけど、そこに出演してみませんかみたいな声もね、かかるんです。でも自分はお笑いとかね、まるっきり興味ないので、もう全て断ってます。ただいろいろこうやって発信をしてると、そういうチャンスもね、たくさん巡ってくると。なので S クラフト各店舗にも、インスタグラムとか皆さんやってるんですけど、いわゆるこういう動画をね、なかなかやっぱりハードルが高い、敷居が高いということなので、まだね、踏み出せないんですよね。ただやっぱり例えばホームページの写真とか画像で見せるよりも、動画で見せた方が伝わりやすいものがたくさんあると思うんです。時にはその発信がね、暑苦しいと思われるかもしれないし、言ってることが偏ってるなと思われるかもしれない。でもそれ自体がその会社の考え方とか、その経営者の思いであれば、それは逆にどんどん発信していった方がいいと思うんですよね。でなければこのプレスリリースアワードベスト101にも選ばれることはなかったと思います。この海辺の工務店きままチャンネルにチャンネル登録している方は、間取り考察動画だけじゃなくて、ぜひね、こういった Vlog もどんどん見ていってほしいし、ぜひいいねとコメント、チャンネル登録してない方はチャンネル登録をお願いできればなと思います。来月はもういよいよね、11月、あっという間に12月、今年も終わってしまいます。まだやり残したことがあるなら、まだ2ヶ月もあるんで、一生懸命やれば何でもできると思います。発信することで変えられる状況もたくさんあるはずです。これを見ている同業者の方、もしね、この S クラフトという事業に興味あれば、ぜひ概要欄の方から見ていただいて、加盟をね、していただければなと思います。これから家づくりマイホーム計画を考えている方は、平屋コンパクトハウス興味あれば、概要欄の方から各店舗にね、ぜひご相談してみてください。